ハイド2019年12月23日、本日はドラクエウォーク4イベント、1日40キロ以上と推定4時間以上を費やして、ギガデーモン692体、S5 体、キングレオ11匹、S1 体、アンドロヤル1506匹、S5 体、デスピサルは35匹、S2 体、ヘルバトラー318匹、S4 体、エビプリが55匹 S3 体と、まあ長いタイトルをご紹介いたしますということで、まあ、結論から言うとめっちゃつぶられて、おやべえな、キングスライムでいって倒しそうになるんだけど、まあ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 、それはさておいてということで順番に紹介していきますけど、結論はまあ疲れた、これはもう本当何のために私やっとるんだろう、本当これ意地だろうね、なんかあれだろうね、使命みたいな感じでしょ、ミッションでしょうね。まあそんな脳書きはさておいて、とりあえずギガデーモンから順番にいきますということで、あ、これタイトル言うわけじゃないです。これ図鑑の順番順に行ったんですよ。まずはギガデーモン692匹。まあこれあれだね、最初から集めると辛いね。最近もう全然出てこんもんね。特にヘルバトが出てきたあたりから、あ、ほんまこれ全然出てこなくなったということで、それでギガデーモンを行きますよ。ということで、こっちで見た方がいいね。グレードアップよりポイント効果塗るとこで見た方がいいですね。ギガデーモンがですね、ギガデーモンがですよ、こんな感じでござる。まあ疲れたね。これがでもやっぱ一番あれかな、欲しいとこかな。あれがないのがいいですよね。なんだあれ、素早さがないのが地味に。会心があるってやっぱこのあれだよな、体力があって身の守りがあるっていうところが、これがあれだな、いいよな。エビプリンとかでもたまに使ったりしまして、やっぱ体力とか漏れるのがね、地味にこれがいいわな。戦士武器だな、まあ集めるとか、これはそうだな、今もうほっと出てこんすもんね。もうこっから増えてこん。 S1 体がなんかようやく作れたぐらいかな、合成して。それも B とか C とかがいっぱい持っとったですよ。最初に走らんかったらこれやばかった、本当に。うん、別に4体いるわけじゃないけど、2体は欲しい。2体そうだね、アタッカー用に最低、うん、まあそれぐらい欲しいかなってとこで、それで次はキングレオ行きましょうということで、こちらはあれだな、運が良かったんですよね。順番に行きますよ。キングレオがですね、これ一気にあれだな、画面変えれるといいな、モンスター図鑑から。あれ、キングレオそうだな。これも意外にミンのですよね、実は結構。いないんだよな、いないんだよな、結構。意外に私の周りいないんですよ。11体倒しまして、待ってくださいね。これなんかうまく飛べるといいな。一個一個な、めんどくせえな、ここまで飛ぶとな。この画面カットして編集するのもめんどくせえしな、めんどくせえことばっかって言うと。あれ、キングレオ確かコスト低いもんね。これ私キングレオすればね、コストって言って思ったんですけどね、これドラクエウォークで現状コスト縛りがないですよ。要はレベルが上がっとるやこんな感じなんですよ。 S1 体積もったでよかったですけど、これ積もらんかったら集めさせられると思うと、またあれだな、修行の日々だったの。なんとかそれでよかったですけど、要はコスト縛り。例えば今だとレベル50ぐらいになると付けれるのが200いくつかになりますからね。なんだけど、そのイベントによってはコスト縛りで、例えば150しか使えんとか、そういうイベントが来た時にこいつが生きるんじゃねえかって。費用対効果高いですもんね。コスト47の割には何、捨てがそこそこ高い。そこそこというか高いだろうな、このコスト47にしたら。でね、特殊効果も高いですし、配信もあるし。そういうイベントが来たら私的には何かあるんじゃない。英語物語がそういうイベント多いんですよ、コスト縛りが。要はコストの高いやつばかり使ったらね、何でもあんなに課金無双になるもんで、そこら辺うまくセーブしとるとか思うんですけど、そういうイベントが案外来ても私的にはいいんじゃないかなって。費用対効果がだから一応1体だけはキープしておこうかなっていう、まあ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 あれだね、もうマニア精神だねこれはね。まあそんな感じというとこで、それで次がアンドレアルということで、アンドレアルはこれあれだね、数が3体出るででかく出ちゃいますよね、数字がね。3分の1って考えなかったんですよね。1500いくつだった、ちょっと待ってくださいよ。アンドレアラよおるんだな、まあまあまあおるんだな。一周経ったでしょうね、あれヘルバトじゃない。ヘルバトだ、順番に来るか、アンドレアラ。俺がそうだ、3で割ると500回って言った方がいいか。500匹じゃないな、500回か。それでもまあまあ倒しとる方か。そうだね、キングデーモンが600いくつか考えると500だもんな。1週間遅い。でもキングデーモン出現率減っとるでな。まあそう考えるとあれか。まあまあ倒しとるとか。
これもそうだな、私武器がないでいかんだよな。武器があったらなんか何集めてもヤッホイイエイって言うんだけど、集めてもなんかあれだもんな、これつけようがないか、つけても他ののがいいっていうふうになっちゃいますもんね。それでアンドレアこんな感じ。これは集めやすいですね。2周目な、2周目というか今ヘルベアトランの周になってもまだまだおるもんね、そこそこね。うん、これのがあれかな、なんか引きがいいんかな。S5 体、なんかもう1体なんとかいけそうですもんね。いけそうって、そんなに集めて、お前、パーティー4人しかいないのどうすんやとかなんか、まあ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 、それはさておいておいて、はいとそれで次はディスピサー。ここは長えな。なんかうまく飛びたいね、この時間はね。ね、一応証明のために画面を出そうかなと思って。いや、別にね、詐欺しとるわけじゃないんですけど、そんなね、チート行為しとるわけじゃないんですけど、それでディスピサー。ここら辺どうなんだろう、デスピサロない時とある時との回復量っていうのを調べてるサイトとかあったら、そこまでめっちゃ差がね、30とか50とかで取るわけじゃないから微妙なとこありますけど、35体35匹倒しまして、なんとか S は作ったんですよ、作れたんですよ。これがちょっと待ってください、攻防だったな、なんかもうどれか置かなくなってきたな、頭な、お前は頭悪いな、それ。まあ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 、でもそれでちょっと待ってくださいよ、これ出すのがなかなか長いな。あれ60いくつだったよね。そうこんな感じ、 S2 まあ2体だろうね、僧侶2人編成で行くとき。ただこれさ、デスピサロを行く理由があるのかなっていうのが、ちょっと待ってくださいよ、これパーティーでさ、戦士でもまあいいわ、あ二次枠だったらいいよね、変わらんよね。例えばここにちょっと一回エビプリにしますよ、エビプリにしてピサロと比較しますよ。うん、どこ行ったどこ行った、こうですがね、それ確かに回復は42の106、まあ、約60ぐらい多いじゃんって言ったわけだから、トータル的な体力とか見るとデスピサロ入れるよりこうにキラーマシンとかこういうのに全体的にちょっと固めのタイプ、トータルバランスのいいやつ入れた方が逆に僧侶なんかいいんじゃねえかなっていうのが私的には思うんですよ。だってこれちょっと待ってくださいね、デスピサルにする、デスピサルにちょっと比較しますわ。だってここの僧侶の枠って地味に要は回復させたいから倒れてほしくないですかね。ちょっとデスピサルにしといて、それであいつらいますわ、ドラゴンスライムとかで、これだって全然引け取らんすよね。それは回復量は確かに40ぐらい低いけど、ね、体力40ぐらい多いし、こいつ何をやれですよ。全属性耐性 10% とかあるんですよ。回復効果だってプラス 7%、向こう 10% だから、そこをどう取るかですよね。そんこまで、まあもちろん手に入れたからこうやってなんかね、生意気な高くしたなこと言ってるんですけど、使ってない時どれぐらいの回復量なのかな、そこを比較してなんか20とか30回目だったら、うん、取らなくても、だってこれ悪魔進化見るとどっち使いたいと思うんですよ。回復量30違うだけですよ。それで他のトータルステ見ると悪魔進化の方が高いですよ、体力あるし身の守りもこっちの方が硬いし速いし、どう思います？これがねしつこいけど回復30ぐらい違うんだったら、いやピサロじゃんっていう話になりますけど、これが10前後ぐらいだったら、いや悪魔進化でもいいんじゃねえって。ただ悪魔進化手に入れるのがめんどくさいもんな、そこら辺のとこだけですよね。あ、これちょっといかん、忘れんようにあれだな、キングスライムちょっと戻しといて次へ行きますということで、ちょっと待ってくださいよ、キングスライムに変えといて、それで、はい、次はヘルバトラ、こいつはまあ最後の週だから、まあ本当におる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 、もうどこ見てもヘルバトラヘルバトラ、キングデーモンはいねえじゃんってとこだもんな。これは集まってくだろうな。期間がだって本日23ですがね、明日24、25、26、3日間、あれお昼過ぎまでか、約2日半ぐらいありますもんね。まあまあいけるだろ、318、1日どんなもん60体ぐらい多分倒しとんじゃないですかね、50前後ぐらい、専属でいかんでも。これはまあ集まってくでしょ。でもこれもね、まあ拾った方がいいだろうね、何僧侶とか逃げても全然潰し効くでしょうね、体力あるし、何より MP 多いのはでかいよな、あれ特にこのゲームをやり始めとかの頃だとこれで欲しいだろうな。 S じゃなくてもこれ D でも十分使えるんだよね。だって D でもちょっと待って、
いかん、売っちゃかんが、売っちゃかんが、売っちゃかんが。全く持ってないけど、だってこの性能ですよ。初期の頃ならね、そのコスト69がつけるかどうかしても、こんな感じでなんとか S4 と集まってって、そこまでペースはっていうところだけど、まだもう一体ぐらいいけそうだもんな。これやっぱあれだな。MP 詐欺だな、ほんとな、これ。あれだもんな、MP が高いだけのスカイドラゴンと違うでな、これはな。他のもそこそこあれだしな。魔力がそんなないっていうのが微妙だけど、ただのこのメラ呪文が 7% っていうのは、これが地味になんかね、乗っていきそうなとこありますよね。呪文も 7% あるし。これはあれだろうな、別に、ほんと体力要因として僧侶とか見れても十分いいんじゃねえかな。ま、だそうだね、これも2体ぐらいがやっぱ欲しいね。ギガネーも2体、ヘルバート2体、アンドレアル2体、それぐらいだろうな。これで4体以上あったらパーティー4人しかおらんね。まあ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 、長くなるということで。はい、ということで次はエビプリ。まあ、このクソプリはクソプリって言っちゃったけど、これがまあ、ほんとに集めるのがもうほんとになんだこれ、つ疲れるわ、まあ。エビプリのために何ここ数日生活しとったのって。出てくるね、ほんとに。冗談じゃなくて、ほんとに。こんな感じで55体倒して、なんとか S3 まで行けたんですよ。これがもう切りのいいところでやめてね、さすがに4体はいらんかなって。ただこれもその僧侶の防御に結構使える要素が高いんですよね。高いんですね。これで S3 体。なんとかギリギリです。いや、一体全部今まで紹介したの一体も売ってないです。いや、恨まな、そんなことしんわな。そんな怖いことしんわな。これが、というのが、例えば僧侶じゃないけど、虹ならあれですもんね。枠ならここなら入れても変わらんもんね。例えばこれ、エビプリつけて、キラマと比較して、どう思いますこれ。体力20ぐらいなら誤差の範囲ですよね。力と見守りだと誤差の範囲ですよね。それ考慮して素早さがこんだけ違うんですよ。80ぐらい違って、器用さ60ぐらい違って、だから戦士のね、器用さがないでミスが減るし、トータル性能が高いもんね。で、特殊効果に関してもこれ、スキル斬撃 12% の 10% なら誤差の範囲ですよね。なんでこの何トータル要因として入れても十分いいんですよね。キラマの代替に十分になりますよね。だからキラマの上位変換とか、キラマの速いバージョン。体力25をこのでかいと取るか低いと取るかは微妙なところですけど、でも MP も地味にあれだもんね。20ぐらい高いですもんね。地味にあれだもんね。キラマでもいいじゃんってとこありますかね。そうか、戦士とかだとあれだな。虹に入れんとダメだもんな。そこら辺の兼ね合いだかな。まあ、だから2体ぐらいは欲しいとかな。アタッカー用でもこれあれだな。アタッカー用じゃなくて、その悪魔神官の代用、さっきも言ったみたいにも使えますよね。使い道として私見とったんですけど、ここら辺とかはもう完全置き去りしとるもんね、性能的にはね。これはそう、もうその特殊効果をそんなにデインとかそういうのを、ね、持っとって優先するかどうかってことだ。だってそうだな、ドラゴンスライフゴミとだってレベル高いですよね。ねえ、思いませんね、これ。見とって。体力が30ぐらいをまあどう取るかですけど、回復魔力が総力よりでね、やっぱいいわな。でもこれ見ても何、僧侶バージョンにエビプリ使いますよね。虹に入れるなら。虹以外だとさ、あの色の変化によってそのパーセンテージダウンになるから入れれんけど、入れるならね、一番目のところに入れれば、あの性能ダウンがないからなんとかあれですもんね。使い勝手いいですもんね。だってこれちょっと待ってくださいよ、ツムリンなんかと比較してももうこれですよ。いや、ツムリンじゃなくても、あ、でも力があれか、虹は地味にあれか、火力欲しい時は周回用とかだと別か。斬撃70でそうだもんな。そう、これは好みがあるけど、まあでも持っとるならエビプリでもいいんじゃねえかっていう。ピサロはさっきやったか、あのあれ、これデビルハマーじゃねえよ、悪魔神官、これが地味にあれなんですよ。だってこれ比較しても悪魔進化やっぱ高いよね。そう、回復魔力だけだからね。だから逆にこれ回復魔力の30をそんなに、例えばこれ比較して、私やってないんで分からんですけど、そんなに回復量が変わらんだったら別にエビプリでもいいんじゃねえかっていう話になりますもんね。体力少し高いし、他のでもほとんど上回ったもんね。 MP の10ぐらいなんか誤差の範囲って考えよう。いや、潰しがきくるね、エビプリはね。そういう意味で本当は4体あってもいいかなってことで。どこで使うんやってことですけど。キラーマシーンの速いバージョンみたいな感じで。ただこれ疲れるな、本当に。
って言って、どうせあれだな、ドラクエこれ運営さんまたエビプリよりもっとごっついやつ出てくるんだろうな、なんかキングスライムおもちゃにするやつまた弾後で出してくるでしょうね。そんで私はまたあれだね、こうやってショッピングモールとかひしこいて走り回ってくるって多分鼻でできたけど、そんなパターンが読めますわね。あ、これいかんな、ちょっとあのキングスライムに戻しとかなあかんな。キングスライムとでもエビプリはあれだな、あの比較対象としては難しいですよね。周回用は完全あれだね、やっぱりエビプリとキングスライム変えてやりましたけど、やっぱ火力違うわ。ただボス戦とか考えるとあの体力あるからエビプリでいいんじゃないかな。別にこれ素早さだってね、キングスライムが速すぎるだけでエビプリだったら速いもんね、十分だもんね。身の守りもあるし、そうだね、使う場面が違うからこう比較対象難しいよね。ボス戦とかレイドとかああいうとこ行くならエビプリだから結構戦力高いよな、これ。だからまあ私集めたんですけど、まあ、そんな感じでね、このクスと疲れる方イベント来まして、本日が23日で、なんとか、まあこれでもう私、エビプリ3体で、まあこれで終わるかな。だからもう全く今日やってないんですよ。で、お前はそんなね、ニートで暇人なのよく分かったけど、どんな感じにやってるなんてことなんですけど、これ移動距離が私ね、大体にその、ウォークモード、要はこのモードで、このモードで放置プレイにしとるときで、あ、このままにしときますか。でね、推定30キロ以上は走っとるというか、自分で運転しないですよ。あの移動しとる期間があるんですよ。でその移動期間が60キロ以上出てない時が多いんですよ。40とか50とか20ってことはないな。だから割と移動しとっても壺だけじゃなくて信号待ちとかじゃないけど、その停車とかがあるもんで、あの運転席じゃないもんで、ね、後部座席とかだもんで触れる瞬間ありますからね、ウォークモードにしとっても。それが40キロぐらいあって、2時間ぐらいあるんじゃないかな。2時間か3時間ぐらい毎日あるんですよ、その移動時間。それがドラクエウォーク用に結構役立ってますね。だからメインでこうやって何、例えば、ちょっと今触らんすけど、触ると対戦しちゃうで、こういうとこ、例えばね、これちょっとヘルバトルは触られますよ。こういうとこだから倒したりするのを、要はオートでできる時間が 2、3時間ぐらい、割と速くないスピードで、そんなね、2車線の道路とか高速道路じゃないようなところがあるから、それが結構サポートになっとるかなって。で、それ以外は、ギガデーモンとか、初日ありますがね、初日はまずイベのこの、ステージを、どれだった?イベントクエストか。クエストをまずもう初日に3時スタートで終わって、もう全部これクリアして、そんで、出ますがね、ギガデーモンの週はギガデーモン。アンドレアの州はアンドレア、ヘルバトラの州はヘルバトラ州。それが出たら、それ用の周回を、どんなもんだろう。2時間か3時間ぐらい。とりあえず S1 体作るぐらいで回ってます。っていうのは、例えば、こうやって見えますよね。地図で言うと。そしたら今ヘルバトラの州です。ヘルバトラ集めましょうっていうんだったら、例えばこれをずっとこうやって回っていくんですよ。ヘルバトラ、ヘルバトラ、ヘルバトラ。あの一般的なんか一切出すの、もう全部無視。あの壺も割らん、あ、壺体力なくなった時か、体力とか MP が枯れそうな時かに割るぐらいで、もう全部無視。こういう確定も拾わん、もうこれも無視。あのキラマとかキングスライムとかポイント高いやつがおるぐらい、もう他無視。無視してもうこれ中心でずっと回っていくんですよ、自分の知っとる地域、あの分かるようなところ。それを繰り返して大体おらんくなるのが2時間から2時間前後ぐらいかな。それを最初のそのギガデーモンが出た週、アンドレアが出た週、ヘルバトラが出た週、 S1 体が作れるかどうかぐらいまでやるのが多分3日か4日ぐらいやっとる、多分。だから1日に 2、3 時間を4日ぐらいをやっとる。そんなんで1日のその40キロぐらい移動する時間と入れてザクッと4時間ぐらいを多分やっとんじゃないかな。レイドのあれ抜きですよ、メガモン抜きで。そうするとメガモン行く時もまた何、ここら辺のアンドレアルとかが拾っちゃいますよね。これウォークモードでも地味に拾っとるんですよ、倒しとるんですよ。まあ狙ってやってなくても、こうやって完全にその狙いに行く時ありますよ。それはそっちの方が絶対効率いいですよ。だって他の敵倒さんも絶対、だってこれにウォークモードにしても、今はバトルするにしてますけど、これにしとるんですよ。これにして、近く、こいつの近く行ったら、要はこいつの近く行ったら、もう押して、ずっとそういうの繰り返してもね、移動しながら。
なんで逆に言うとそれぐらいやらんと、だから1日4時間とか移動距離にするとどんなもん、10キロじゃ20キロじゃ辛いやね。40キロ、私の環境でそうだもんな、40、50とかはコンスタントに移動するぐらいじゃないと多分これ集めれんのじゃないかとね。で、なんだったあれ、エビプリとかあのあたりのメガモンに関してでもそれ専属で多分2時間ぐらいとかも回っとんですよ、そういう固まっとる地域を。あの地図で拾ったところを回っていくと、それは別の動画でやっとったんで割愛しますけど、やっぱ2時間ぐらいはかかるんですよ、倒す時間と移動時間入れても。まあまあ今の何運営さんの改善によってね、ちょっと改変してたのはありますけど、それによってでもやっぱかかるもんで、まあ、1日これ4時間ぐらいやらんと、私みたいなニート暇人ミークじゃないとこれは課金だけじゃ追いつかんとかあるなと素直になりますよね。まあだけどドラッグエボークをちょっとね、向きになってやってる人とエビクイとかも集めて価値あるんじゃないかって。キングスライムはあれだもんな、あのトータル精度も高いもんな。まあそんな感じでとりあえず来まして、こんな風でしたというところで、どれ出しとこう、最後グレードアップで出しとくかな、グレードアップで出すとかこんな感じ。そうか、これあれか、いかんな、色が違うだわんな。お気に入り出しとくか、あいかんな、取った数がねえもんな。まあこんな感じでとりあえずエビプリは3体取りまして、キラーマシンのね上位変換じゃないけどね、別で使えそうですね。それであとはアンドレアルが5体取ったんですけど、これ私的に武器持ってないし、なんか使えるのは微妙かなって。なんか一応はね、あかんね、これ集めちゃうね、マニアックだね、絶対目の前にいると集めちゃう、これあかんわ。ヘルバトラーはなんか使えそうな瞬間あるね、なんか輝けそうな日が来そう、集会とかでもあれですよね。一応4体、あと1体ぐらいできそうかな。ギガデーモンは絶対使えるだろうな。これは持っといた方がいいだろうな。ここら辺は常時2体ずつぐらい私的には欲しいかなって。逆にね、キングレオはあんまいいんじゃねえかなって。キサルも難しいところなら取ったからね、そんな余裕ぶっこいてるんですけど、微妙だな。クマ進化持っとるから余計そういうこと言えるのかな。ただドラゴンスライムとかでも十分代替できるので、そこまでっていうところが、まあどうでしょう。まあここの運営さん次第ですよね。ナウマンも集めなかんね、私ね。これ終わってからナウマン集めようかなって、フォーイベントが。だってナウマン全然いないもん。ピサロばっかり、ピサロじゃねえよ。エビプリばっかじゃんって。あ、エビプリ中心、ピサロちょろちょろ、キングレオいねえじゃんみたいな、私の環境では。そうだね、キングレイがあとそこまでなんか微妙かなって。たまたま1体拾えたであれだけど、これ1体もし私 S 積もってなかったら意地になって多分 S 作っとったのね、なんかこう意地になるね。まあまあそんな感じでとりあえず来まして、あのもう完全暇人ニート向けだね、このイベントはね。本当にね、助っ人も一応あれか、全部20、これは勝手になるんだ、そりゃそうだな、前4時間も5時間も毎日暇人みたいにそんな移動してるようになるわなという話なんですよ。まあ、そんな感じでとりあえず来まして、なんとか1日40球ぐらい移動時間、まあおそらく全部入れると、その別の移動時間を含めると多分50キロか60キロぐらい移動したんじゃないかなって。で時間数にかけると多分おそらく4時間以上、これ計測はしないですけど、あのザクッとしたところで2時間ってことはない、2時間移動で別でドラクエ枠で2時間ぐらいはやってるから、4時間は最低やってるはず。だってギガデーモン692匹、キングレオは11匹、これは少ないけど、アンドレラが1500、デスピサロが35、ヘルバトラは318、ヘビプリ55、これまだまだ進行形で2日か3日あって、今日なんか全く何もやってない状況でこれなんですよ。これ S とか集まってなかったら、今日また私あれだね、エビプリ走り回ってますよ。この時間だってそうだな、多分エビプリ走って帰ってきとるぐらいだな。いや、そんなぐらいの勢いでしたということで、まあ本当に疲れてね、まあちょっとあれだな、少し寝てしまったということで、まあまあとりあえずね、ニート向けのね、このイベントなんとかまあ私的にはやり終えたと、まあ、ちょっと疲れたけど、これもう一回来たらきついなというところで、はい、ということで、まあそんな感じで以上2019年12月23日1日40キロ以上推定4時間以上費やしまして、ギガデーモン600体以上、キングレオが11体以上、アンドレアルが1500以上、デスピサルが35、ヘルバトラ300以上、エビプリ55体と、まあ大体全部 S4 体以上、キングレオは1体、エビプリは3体、ピサロは2体と、まあまあ自分的にノルマ的なところはね、なんとか集めれましたということで、ニートで暇人でしたということで、はい、ということでそんな感じで終わり。